週末。どうもこんにちは、篠原です。今回はこの週末の勉強、どういうことをすればいいのかということについて話したいと思います。はい、勉強計画シリーズ第4弾ですね。で、この週末なんですけど、実はね、非常に大事なところがあるんです。それは何かっていうと、毎日勉強しようとしないっていうことなんですよ。1週間って誰しも月間水木金土日っていう風にありますよね。で、この時勉強を計画として織り込むのはここまでです。月曜から金曜まで、ここを勉強に当てるんですね。で、僕はさらにですね、この金曜も勉強しなかった時もあります。で、この金曜も勉強しなかった。で、なんでかっていうと、ここの月から水木金でやろうとしたこと、例えば英単語100個覚えようと思ったとしても、実際覚えられるのって例えば75個とかだったりするんですよ。で、この時このギャップがあるんですよね。計画に対してできなかったっていうこのギャップがある、ギャップがあるので、そのギャップをこの土曜日に埋めてほしいんですよね。土曜日にここでできなかったことの、いわば借金返済をやるわけです。平日の借金返済を土曜日やる。で、日曜じゃあ何するのっていうことなんですけど、僕はね、日曜はオフにしてました。ただオフにするのと同時に、よかったら復習をする、1週間やったことの復習を日曜日にするということをお勧めしてます。で、これはね、人によってちょっと変わってくるんですよ。というのも、例えば僕の場合ですけど、3日坊主なんですよね。僕は毎日勉強するのしんどかったんで、例えば水曜日はちょっと勉強量少なめにしました、僕は。で、あと日曜もじゃない、ごめん、金曜ですね、金曜もちょっと少なめにしました。なんでかっていうと、日曜にね、その復習するのちょっとあれだったので、金曜に復習の日を持ってくるようにしてました。あれ、金曜復習の日だったかな、金曜、ごめんなさい、金曜あれですね、借金返済ですね。僕はこれが1日ずつこう繰り上がってたのか、1日ずつこうやって繰り上がってたんですけど、そういう風に勉強してました、僕は。で、こういう風に自分流でコロコロアレンジ変わるのはいいと思うんですけど、まず基本としてこの月火水木金の間にやることを決めて、だから5日間ですね、5日間でできることを考える、こういう勉強計画の立て方がいいのかなっていう風に思います。まあ僕は好きですね、こういう計画でやっていくのが好きだなっていう風に思います。ちなみに今もこれ実は生きてて、動画投稿するときですね、動画投稿っていうのは僕大体1週間ぐらいでこういうことしようっていうふうに考えてるんですよ。ですから皆さんもよかったらこういう勉強計画のもと勉強していってもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで今回週末の勉強方法について僕なりの意見話しました。で、一番大事なことは、1週間7日間あるから7日間フルで勉強しようって思わないことなんですね。オフの日を入れたり、できなかった分のこの借金返済ですね、借金返済の日を入れる、こういう工夫が大事なんですね。で、こういう工夫をしていく中で、じゃあ俺はこうだなっていう風にアレンジ加えていくのはいいんですけど、その7日間フルでやろうっていう風には思わないでください。そういう計画っていうのは必ず計画倒れするので、ぜひね、こういうゆとりを持たせてください。ちなみになんですけど、この勉強方法っていうのは、勉強方法っていうか計画の立て方っていうのは、和田秀樹さんという人の本を僕は受験生時代に読んで、で、それを真似たものなんですね。で、皆さんもよかったらこういう風に計画の立て方真似てもらったらいいのかなという風に思います。ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。いやー、本当にね、和田秀樹さんという人はすごい人で、僕はね、あの人の考え方非常に好きなんですよね。東大理三に受かった人なんですけど、東大理三ってすごいなって思うんですけどね。東大理三に受かって、で、今も医者の最前線として活躍してらっしゃるんじゃないかな。まあそういう人です。ただね、東大理三クラスになるとね、宇宙人なんで、ちょっとね、優秀すぎる、計画の立て方が優秀すぎるっていうことがあるので、僕はね、水曜日オフにしたりとか、1日ずつ繰り越して、日曜はもうブカッと開けるっていう風に、本当に何も入れないっていう風にしたりとかしてました。まあそんな感じで、僕のこの計画じゃぬるいっていう人はもうちょっと厳しめにしてもいいし、これでもしんどいっていう人はもうちょっと緩くしてもいいかなという風に思います。そこはね、自分流にアレンジしてください。最後になりますが、僕にとって動画投稿者にとって一番嬉しいことは視聴者さんの反応なんですね。いいこと悪いこと、どんなことでもいいので、下のコメント欄にコメントしてくれたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。あと Twitter も気軽にフォローしてください。
今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、次回勉強計画シリーズ第5弾最後ですね。でお会いしましょう。また次回会いましょう。今回の動画も見てくれてありがとうございました。よかったら関連動画もよろしくです。現在成績を上げる冊子をプレゼント中。動画概要欄の URL から僕に教えてもいいメールアドレスを教えてください。ではまた次回会いましょう。